トメの箱夢。形あるもの、すべて滅んでしまう。ある日、トメは啓示を受けた。せめて、夢だけでも残すのだ。すぐに彼は旅に出かけ、世界中からありとあらゆる夢を集めた。それから箱を作らせた。大きくて丈夫な箱。この中にたくさん夢を詰め込むのだ。そして地下深く埋めた。これがトメの箱夢。みんな滅んでも箱夢だけは残るはず。トメは夢見る。いつか訪れたものはきっと掘り出して古の夢を見出してくれるに違いない。